去年の4月から東京や大阪など全国各地で行われていた斉藤佑樹さん初の写真展、延べ1万6000人が訪れ、たくさんの応援メッセージが寄せられたことから札幌で凱旋開催となりました。それは一つ、撮りたいなと思って、北海道って撮る場所が本当にたくさんあるんですよ。なんかこんなに素敵な場所にずっといたのに、僕は何も知らなかったんだなっていうのをこの1年で改めて気づいて、もっともっと北海道をね、こう知りたいなっていうふうに思いますね。トークショーではファンから北海道で撮影したいものを聞かれると、おいおい、あれ どこまで見れるんだろうって思ってたんですけど、キャンピングカーとかでなんか北海道全土を一周しながら、こう旅をしながら写真撮ってみたいなっていう夢もありますね。元プロ野球選手の斉藤さんは自分なりの視点を生かし、これからもシャッターを切り続けます。夢ではありますけど、エスコンフィールド北海道で写真展をやらせてもらえたら嬉しいなと思ってます。